皆さん、こんばんは。北海道札幌からオリジナルスキンケアアイテムと暮らしにまつわる物事をお届けしています。サボンデシエースタんの付けしばやこです、えー。今日も、えー、夜のインスタライブお届けをさせていただきます、えー。6月29日土曜日ですね。皆さんどんな週末の夜をお過ごしでしょうか。えー、今日のね、札幌はもう私の格好を見ていただくとわかるんですけれども、も本当に本当に暑い一日でした。 ね多分今日はね、全国的に暑い一日だったんじゃないかなと思うんですけれども、皆さん今日はね、どんな一日過ごされていたでしょうかあ、まさかなさん、猫が来たさん、こんばんは。コメントいつもありがとうございます。ねあ、めくめさんもこんばんは。ね横浜もどんなお天気でしたかねなので、えー、今日は、 今日私は、えっ、ー、と、一日ね、えっ、ー、と、オフィスの方で仕事をしていたんですけれども、時々ね、お店の方にもちょっと顔を出させていただいたり、でも月末なので、もう本当にちょっと事務作業っていう感じの一日だったんですよね。で、あの、お昼、今日は外でちょっと食べようかなと思って、お昼外に出たんですけれども、もう出てみてびっくり。なんかもうこう、外を歩いていると、こうアスファルトの下から、わーってこう熱気がこう、わーってきて、なんかこう、 夏がやってきたなって思いました。でもね、まあ、すごくそれでもやっぱ北海道なので湿度は低いので、多分本州に比べたらすごく過ごしやすい一日だったんじゃないかなと思います。で、夕方6時ぐらいまで、あの、会社の方にいたんですけれども、なんかもうやっぱ下宿も過ぎたので、やっぱこの時期ね、昼間の時間が長くって、あの、すごい、 こう、帰るときも、ああ、なんか明るくって気持ちいいなと思いながら、えー、今日は帰ってきました。シ、え、ズ、ー、さん、こんばんは。ありがとうございます。えー、めぐみさん、えー、あやこさん、仕事的女子、<laughs> ありがとうございます。そう、仕事がね、できるとね、いいんですけど、私結構もうほんと、おっちょこちょいなので、なんかちょっと人のね、2倍ぐらい時間がかかっちゃうこととかもあるんですけれども、まあ、仕事がね、できるようになりたいですね。 なんか、それで、こう、結構いろんな本を読んだりとかしながら、こう、時間管理をね、どうしたらいいかなっていうふうに、こう、日々考えています。ちょうど、今日もね、手元に本が一冊届いていて、あの、アワーホームっていう、あの、アワーホーム、兵庫県の西宮から、あの、ライフスタイルブランドを届けている、アワーホームさんっていらっしゃって、シエスタでも、 あの、何回かイベントをしていただいたりとか、あと主催のエミさんが来てくださって、あの、お話をしてくださったことがあるんですけど、あの、エミさんの新刊がね、できたので、それをね、あの、今日は届いて、今日、ライブが終わったらこの後読もうかなっていうふうに思っています。ね、まあそんなね、一日だったんですけれども、まあ、ね、昼間ね、外を歩いていて、本当にね、暑かったので、 あそろそろやっぱりスキンケアね、夏の肌をあのしっかり守るためのスキンケアをちゃんとやっていかないといけないなと思って、今日はちょっとそんなね、今、これから、今、そしてこれからね、あの梅雨が、梅雨、梅雨が明けてね、ね夏本番になった時にあの、使っていただきたい石鹸をちょっとお話をしておこうかなと思って、 今日はライブをしようかなと思います。なので、あの、これからね、ちょっと夏のスキンケア、どんな石鹸使った方がいいかなっていう風に考えてらっしゃる方がいたら、ぜひね、参考にしていただけたらなと思います。で、夏の肌ってどんな肌かっていうと、まあ、すごく汗をかくじゃないですか。 なので、すごく汗をかいて、で、そうすると汗ってやっぱベタつきがあったりするので、ほこりがついたりとか、あと古い老廃物がたまりやすかったりってするので、本当夏はやっぱしっかりね、あの、お顔をちゃんと洗顔してあげるのがすごく大事になります。で、まあ、古い汚れとか汗とかが残ると、そこからあの、汗もとかになっちゃったりもして、で、それであの、肌が荒れちゃったりっていうのもあるので、本当にね、夏はすっきり洗えて、 で、洗浄力もちゃんとあるっていう洗顔をおすすめしています。で、シエスタの定番の石鹸だと、もうおすすめなのがもうこの石鹸なんですよね。えっと、小豆が入った石鹸になるんですけれども、小豆の石鹸って初めて聞いた方は、すごくみんなえって言ってびっくりされるんですが、小豆ってもともと中にあのサポリンという成分が入っていて、 で、あ、そう、今、めぐみさんがね、今は好きっていうふうにコメントをくださったんですけれども、本当に、ね、この時期に使っていただくのにすごくおすすめで、で、中にあの、サポニンという洗浄成分が入っているので、昔の人は、あの、絹の袋とか、木綿の袋とかに入れて、それでこう、お肌をケアをしていたっていうような、昔から伝わる、こう、美肌の成分になるんですね。 で、あの、この石鹸は中に北海道十勝産の小豆のパウダーが入っているので、本当、優しいスクラブ効果みたいなのがあって、あの、毛穴のね、汚れとかをすっきりと取ってくれるんですね。なので、あの、洗っていただくと、本当肌がツルっとなる感じなのと、あの、こう、汗とかそういうベタつきがすっきり落ちるので、本当は夏にはこの石鹸をすごくおすすめしているんですよね。 あ、で、今、あの、小鼻の毛穴詰まりに心地よいですっていうふうにコメントもくださったんですけれども、本当に、あの、毛穴の汚れがすごく綺麗になるので、使ってくださったお客様からも、あの、毛穴のね、黒ずみがすごくなくなった感じがしてすごくいいですって言ってくださったりとか、あとやっぱり思春期のお子さん、お持ちのお母さんとか、思春期の女の子って、やっぱこの鼻がね、結構気になるじゃないですか、毛穴。 で、そういう時に、あの、鼻パックとかで、こう、ピッて取っちゃうと、毛穴が余計広がっちゃったりして、本当はあれ良くないんですよね。で、小豆の石鹸を使うようになったら、あの、娘が毛穴、小鼻のね、黒ずみが、あの、気にならなくなって、すごく良かったですっていうふうにも言ってくださっているので、あの、すっかり洗浄力落とすだけじゃなくって、そういう毛穴ケアにもすごくおすすめなタイプの石鹸です。で、さらに、 こう、すっきりと洗い上がるだけだと、なんかやっぱ皆さん突っ張るんじゃないのっていうふうに思いがちなんですけれども、この石鹸は突っ張らないように、中に実は沖縄の黒砂糖が入っているんですね。で、黒砂糖っていうのは、あの、ま、黒砂糖だけじゃなくて、お砂糖とか糖分とかは全部、あの、同じなんですけれども、石鹸に入れると、すごく泡立ちが良くなるのと、それから、あの、保湿効果がすごく高まるんですよね。 なので、毛穴の汚れも落として、で、肌もすっきりと洗えて、それでいて突っ張らないっていうのが、この小豆の石鹸になります。なので、本当これからね、暑い時期、一日に多分何回もね、朝シャワー浴びて、で、夜はお風呂に入ってとかっていう感じで、何回もお風呂に入る機会も増えると思うんですけれども、そういう時とかにね、この小豆の石鹸は使っていただくと、本当におすすめです。 で、私もね、あの、実家が茨城県なんですけれども、向こうに帰ると本当に暑くて全然気候が違うなって思うんですよね。で、その時はもうこの小豆の石鹸を持って行って、顔も洗うし、あとこのボディですね、もう全部小豆の石鹸で洗うようにしているんですね。そうすると、あの、やっぱりしっかり汚れが落ちるので、汗もになりにくい気がするんですよね。 私はすごい、もうもともと肌が弱くって、自分が肌が弱いのを直したくて石鹸を作り始めたっていうのもあるんですけど、汗もにね、とにかくなるんですよ、夏場は。こういう、この、肘のところと、それか首もなりますし、あと、膝裏とか、小さい頃からもう本当に汗も体質で、 で、北海道に引っ越してきたら、あの、その汗もがね、ぴったりと収まって、なんて快適な場所なんだろうって思っているんですけど、やっぱり本州にね、夏戻ると、もう一日二日、あの、こう、バッグを持つときとか、で、こうやってバッグ持ってこういうふうにすると、やっぱここに汗をかくので,で、それでこういうところも汗をかきやすくて、 でそういうところも、あの、小豆の石鹸で洗っていただくと全然染みないですし、あの、すごくね、あの、肌を綺麗に保てるので、お顔だけじゃなくって、ボディを洗っていただくのにもすごく、小豆の石鹸をおすすめです。なので、ね、本州の方だともう結構梅雨に入って、結構ね、湿度とかもすごいんじゃないかなと思うんですが、あの、ぜひね、小豆の石鹸を使っていただけたらと思います。あ、今コメントで、 シエスタさんの石鹸を使い始めて、お風呂上がりの突っ張り感がゼロですっていうふうにコメントをくださったんですけど、本当にね、石鹸で洗うと、あの、ボディーソープだと、あの、肌に必要な油分とかも全部落としてしまってで、結構カサカサってなっちゃうんですが、石鹸で洗っていただくと、あの、肌に必要な油分は残してくれるので、全然こう突っ張らない感じになるんですね。 で夏ってね、結構肌も見せることが多いと思うので、そういう時とかにもすごくおすすめですね。なので、石鹸で私、顔、体を洗い始めてから、あの、もともとはね、あの、ボディーソープを使っていたんです。あの、シエスタンを始める前は、ボディーソープの方が手軽だし、楽だし。 で、そうすると、やっぱり必ず、あの、お風呂上がりに、もう必ずボディーミルクとか、そういうものをつけないと、肌がこう、カサカサしていたんですけど、石鹸で洗うようになってから、まあ、真冬はね、ちょっとこういうところにクリームつけたいなと思うこともあるんですけど、基本的に肌のカサつきっていうのが全くなくなったので、ちょっとね、肌のカサつきとかに気になってらっしゃる方とかも、あの、ぜひね、使っていただけたら嬉しいなと思います。 で、もう一つおすすめなのが、ちょっとね、まだ販売がなくって、えー、来月の7月の3日から発売になる石鹸なんですけれども、あの、カミフラのラベンダーと柑橘の石鹸というのを来月発売するんですね。で、これも、ちょっと石鹸を見ていただくと、ちょっとねこう、マーブル模様がついているんですけれども、これは、あのな、何でマーブル模様をつけているかというと、ガスールというクレーで、あの、マーブルをつけているんですね。 なので、ガスールって、さっきの小豆はスクラブ効果だったんですけど、ガスールっていうのは面白くて、プラスとマイナスの,あの吸着効果でこう汚れを取ってくれるんですね。なので、あのガスールを使うとやっぱ毛穴の古い汚れがキュッと吸い,い取られる感じであの綺麗になるので、肌が、ね、本当にツルツルになってで、結構ガスールはいろんなクレーンがある中でも結構こうしっかりめ、強めのものなので、 冬場は私あんまり素材として使うことはないんですが、あの夏はね、これで顔を洗うとやっぱりツルツルになるのでおすすめですね。 あ、今、あずあずさんがえ、可愛くてこの石鹸とか、お揃いのシュクレが毎年楽しみです。って、ね、コメントありがとうございます。めぐめさんもガスールが入ってるのは知りませんでした。っていうふうに、あのね、コメントをくださったんですけれども、あの、7月の限定石鹸、7月3日からは、あの、この石鹸が販売になるので、ぜひね、ちょっと夏のスキンケアを、あの、しっかりやりたいなっていう方にはすごくおすすめですね。 で、この前も、ちょっとインスタライブの時に、この紙札のラベンダーの石鹸、他のアイテム何が出るのかっていうちょっとあのご質問をいただいて、シュクレが出るのかどうなのかっていうので、ちょっと私も一瞬わからなくなっちゃったので、改めてね、あの、この時に出るね、アイテムの方、あの、このもうシエスタ通信の7月号ももう届いたので、ちょっと先行してね、お渡しも始まっているんですけれども、えっ、ー、と、7月の限定石鹸シリーズは、 まずさっきのね、このカミフラノラベンダーの石鹸と、それからシュクレでしょそれからスキンクジームが出るのと、あとエッセンシャルオイル、ブレンドのエッセンシャルオイルが出ます。で、その他に、あのガスールの単品もね、あの毎年販売しているんですが、今年も販売させていただいて、これはあの毛穴パックとかにね、使っていただくとすごくおすすめなタイプになるので、今回ね、この、えっ、ー、と、シエスタからの限定商品は4、あ、 四種類、5種類ね。ガスソルトもあるので、5種類ご用意させていただいて、で、それ以来にガスールが販売になりますので、あの、毛穴ケアとかね、あの、肌のベタつきとか気になってらっしゃる方は、もうぜひこのね、7月の限定商品試してみていただくといいかなと思います。で、試した後、あ、石鹸で洗った後にもう一つ大事なことがあるんですけれども、あの、しっかりと、 お水を加える肌に化粧水とかで水分を加えてあげるのと、その後の油分もちゃんと加えてあげるっていうのが夏の畑屋に、ね、すごく大事になりますで。結構夏って暑いから、あの、化粧水はつけるんだけど、その後の、あの、保湿のね、オイルをつけないっていう方も、なんね、いらっしゃるんですけど、結構夏って暑いんだけど、あの、例えば、電車に乗ったら寒かったりとか、あと、 あの、会社のね、オフィスはクーラーが効いていて、意外に夏の肌って過酷なね、体質、過酷なね、環境にね、こう、置かれるんですよね。なので、あの、必ずちゃんと、あの、暑いからって言って、いらないみたいな感じじゃなくて、オイルだったりとか、乳液だったりとか、それでちゃんと覆うっていうのも忘れずにやっていただきたいんですね。で、そうしないと何が起きちゃうかっていうと、あの、肌のね、乾燥を防ごうと思って、あの、肌の あの、自分の体からこう油分を出しちゃって、それで帰って肌がこうべさつきが起きちゃったりとかってするので、で、お化粧も崩れやすくなっちゃったりもしますし、なので、あの、まずスキンケアをするときに必ずちゃんと油分とそれから水分のバランスをお肌整えてあげるっていうのを大事にしてあげてほしいなと思います。 で、今、あの、めぐみさんがね、すごい、あの、モディンガはどの、どれくらいの量が適,適量ですかってコメントくださってるんですけど、今日私がお話をしようと思っていることを、なんかこう、全部分かってくださっている感じで、あの、そうなんです。モディンガのちょっと適量の話をしようかなと思ったんですよね。で、あの、モディンガの、あの、量っていうのは、ちょっと待ってください、今。 えっと、ナツさんが紙札の石鹸のセット買いたいと思ってます。ありがとうございます。今回も、あの、全部のトータルのセットは10%引きになる、あの、お得なセットも用意しているので、ぜひ試してみてください。そして、あ、えっと、ヨリコ、ゴンドウ、ゴンドヨリコゴンドさん、すごいですよ、皆さん。イギリスで見てますってコメントくださってます。ありがとうございます。すごい。イギリスは今、何時ですかね時差があるから。 いいですね。イギリスか。いいな。イギリスのどちらから見てくださっているんですかね。あの、ぜひ、嬉しいです。今日聞いてみていただけたらね、嬉しいなと思います。そして、えっと、先ほどのね、あの、めぐみさんのご質問なんですけど、えっと、モリンガのオイルの適量なんですけれども、一応、私たちの方から推奨させていただいているのは、まあ、夏は一日滴、日的。 で、冬は3、4滴をお勧めさせていただいているんですね。で、ただ、やっぱり、お顔の、この、状況っていうのは、すごい、皆さん個々の、あの、やっぱり状況があると思うので、なんかちょっと足りたいなっていう方とかは、あの、冬、夏でもね、一日期じゃなくて、もうちょっとこう、増やしていただけたらいいなと思います。 で、こう、つけてると、肌がね、こう、モリンガオイルて使い続けると、こう、柔らかくなってくるので、もちもちっとした感じがね。なので、こう、自分のこう、肌に触れていただいて、ちゃんと弾力があるかなとか、もちもちしてるかなとか、それで、こう、ちゃんとチェックをしていただけたらいいなと思います。なので、目安としては、1、2滴。で、冬は、3、4滴つけていただけたらなと思います。でも、本当にね、ほんと人によるんですよね、皆さん。で、 結構使う方だと、やっぱ乾燥肌の方だと、夏でもね、3、4滴とかね、使う方とかもいらっしゃるので、ぜひちょっと試してみていただきたいなと思います。で、さらに、あの、おすすめなのが、まあ、お顔だけじゃなくって、あの、このね、首元にもちゃんと首元と、あと、あの、このね、顎の、ここの下、ここがしっかりとケアをしてあげると、あの、二重顎とかになりにくいんですよね。 なので、お顔に、あの、オイルをつけたら、一緒に、この首の顔のフェイスラインと、ここの顎の下のところも軽くこう押すような感じで、マッサージまでしてあげると、あの、お顔の,あのフェイスアップとかにもつながるので、試してみていただけたらと思います。な、やよ0501さん。この間、ツヤ肌オイルが届いたのですが、スポイトの先が使いやすくなりました。あ、そうなんですよね。ちょっと、あの、 これ、本製品なんですけど、本製品のスポイトがこういうスポイトで、で、今、ちょっとこう、あの、ヨーロッパの方の、まあ、戦争の影響があったりとか、まあ、いろんな影響があって、このね、容器が、あの、今手に入らなくて、で、この前お届けしたツヤ肌オイルから、ちょっと代わりの代替の容器になっているんですね。なので、あの、ちょっとね、先がね、変わっているかなと思います。 えっと、めぐみさん、えー、ヘナのサロンの方に、市販オイル使わずに、持ってるならモジンガをと言われました。あ、本当ですかそうなんですね。ねでも本当にね、モジンガは、あの、髪の毛とかにもすごくいいし、本当に万能なタイプのオイルなので、おすすめです。そして、今、アズアズさんが、えー、耳の後ろとかもいいですよってコメントくださったんですけど、そうなんですよね。お顔につけてフェイスラインをやりながら、あと、このね、耳のマッサージ。 もあのしていただくくとすごくおすすめでで結構今時期って、あの、梅雨時期、本州の方は梅雨があって、結構こう、気圧が変わりやすいじゃないですか。で、気圧が変わると、あの、お天気ずつっていうのを起きる方とかいらっしゃらないですか私はもうほんと気圧が変わると、もう適めんに頭が痛くなるんですけど、そういう時におすすめなのが、この耳のマッサージなんですよね。 だから、こう、朝起きて、今日ちょっと頭が重いなとか、そういう時なんかには、あの、こう、顔も、ええ、する、顔洗った後、マッサージしながら、あの、今、ズズさんがおっしゃってくださったように、耳の後ろも一緒にこう、マッサージしたりとか、こう、イヨーンって伸ばしたりとか、あの、くるくるマッサージみたいな感じで調べると、やり方が出てくるので、なんかそういうところのマッサージも一緒にしていただくといいかなと思います。 えー、三半期間の頭痛持ちなので、モディンガで耳マッサージします。ぜひね、ちょっとやってみてください。なんか簡単にやり方を教えると、あの耳をこう横に引っ張って5秒引っ張って、上に引っ張って、下に引っ張ってっていうのを5秒やって、でそれから、後ろに向かってね、こうく,るく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 るって、あのー、5回ぐらい回してあげて、 で、その後、この耳をこうパタンってこう折ったり、こっち側でもいいんですけど、それを5秒間してあげて、で、最後、両手の手のひらで耳を覆って、やっぱりこうくるくるくるって耳全体をほぐすようにこうマッサージをしてあげるっていう、ほんと1分くらいでできるんですけれども、これをしてあげると、あの、血行も耳の血行も良くなって、頭痛もすごく和らぐので、 ちょっとね、梅雨時期の、もう本当に辛い変頭痛持ちの方とかがいらっしゃったら、ちょっとね、試してみていただくといいかなと思います。で、その時にね、モデングオイルつけて、こう、マッサージしてあげると、あの、すごくマッサージもしやすいんじゃないかなと思います。ね。というわけでね、今日は、まあ、これからのね、梅雨の時期、そして夏場に向けておすすめな石鹸を2種類お話をさせていただきました。で、1種類目が、え、小豆の石鹸。 で、もう一種類が、えっと、来月7月3日から発売が始まる、えーえー、カミフラのラベンダーと柑橘の石鹸がおすすめなので、もしよかったらね、ぜひ試してみていただけたらと思います。で、後半、あの、すごい皆さんからちょっとコメントいただいたモリンガオイルのね、話もあったんですけど、あの、モリンガオイルが、えー、っと、 これですね。えっ、ー、と、明日6月30日まで、今モリンガフェアというのをやっていて、1本だと5%引きで、3本セットだと10%引きになるっていう、すごくお得なあのフェアを開催させていただいていますので、あの、モリンガオイルね、気になっていらっしゃる方がいらっしゃったら、明日までの、ね、ご注文がおすすめなので、このアーカイブ、あの、最後、えっ、ー、と、 アップするときにモリンガオイルのリンクとかも貼っておくので、もしよかったらご覧になってください。であともう一つが、えー、これ今日のちょっとインスあのブログの方にも載せたんですけど、あのー、今ねフェア中のモリンガオイルなんですけれども。 このモーィングオイル、すごく私たち本当にこだわって作っていて、あのフィリピンの農園まで自分たちが行って、で、どんな風に作っているのかとか、その現場を見たりとか、あの農園の方たちとお話をして、で、そういう、あの本当にこう、あの、背景までこだわって作っているモーィングオイルなんですね。 で、ちょっとね、見切れちゃってるんですけど、右側のこの女の人、ユニスっていうんですけど、ユニスがオーナーで、私と同い年の方が実はこのモリンガ農園のオーナーなんですね。で、自撮りでね、ユニスが撮ったから、ユニスはあの、顔がちょっと欠 <laughs> けちゃってるんですけど、本当に素敵な女性で、で、このあの、モリンガ農園に行ったりとか、あのー、その、えっ、ー、と、モリンガのこのオイルの裏側にある、まあ、サイドストーリーを今日、 あの、代表の付け芝がブログの方に載せているので、もしよかったら、あの、インスタの、えっと、ハイライトのところのブログのところにリンク貼ってあるので、もしよかったら明日のね、フェアの前に皆さん読んでいただけたら嬉しいなと思ってご紹介させていただきました。で、あともう一つ明日までの、えっと、フェアになるのはこれですね。えっと、私もさっきチラッと見せたんですけど、えっと、チソート。 のカフェブラックが明日の6月30日までオーダーを受け付けております。で、本当にね、これすごく使いやすいお色で、私最近もこればっかり持っているんですけれども、本当洋服、あの、選ばずに使っていただけるので、あの、もしね、気になってらっしゃる方がいたら、あの、チトートって、次このお色がいつとかそういうのがまだ決まっていないので、気になっている方いたら今がチャンスなので、もしよかったらご覧になっていただけたらと思います。 はい。というわけで、えー、今日は、えー、もう夜10、もう9時半ですけれども、まだまだ今日は札幌暑いですね。あの、これからね、ちょっと夏、熱ね、寝苦しい夜になるかなと思うんですけど、シエスタのあの、ミントのボディースプレーとか持ってらっしゃる方がいたら、もうこれからの季節がもう大活躍な季節なので、それもね、使いながら、あの、過ごしていただけたらなと思います。 日中にシュッシュってしていただいてもいいですし、あの、寝るときに、あの、首周りだったりとか、枕だったりとか、そういうところにシュッシュってすると、ミントの、あの、持つ力で体感温度をマイナス4度、あの、下げてくれる働きがあるので、すごく涼しく過ごせるんじゃないかなと思うので、あの、お持ちの方がいらっしゃったら、ぜひ夜寝る前の、あの、ちょっと香りのね、効果もね、あの、感じていただけたらと思います。はい。というわけで、 えー、今日は、インスタライブ、お届けをさせていただきました。え、あ、めぐみさんが、えー、ミントのロールオン、幸せの香りですありがとうございます。そして、みおまさんが、あ、こんばんは、ミントの石鹸、届くの楽しみにしてます。ありがとうございます。そう、本当ね、ミントの石鹸、今年大人気で、もう追加追加で、あの、製造のね、みんなが頑張って作ってくれているので、お届けね、楽しみにしていただけたらと思います。 で、明日の夜のインスタライブは日曜日なので、えー、明日はビジネスサンデーの日です。はい。明日もね、代表のつけしばと一緒に、あの、ちょっとビジネス寄りのね、シエスタが大事にしているビジネスの考え方とかについて、えー、ちょっとお話をする、またいつもとはちょっと違ったライブをしようかなと思っております。はい、明日はね、お店の方は、えっ、ー、と、バンロム採点がね、明日最終日ですね。なので、 あの、もしよ,よかったら皆さんお立ち寄りください。あ、めぐみさん、清掃の皆様ありがとう、ありがとうございます。清掃のみんなに伝えたいと思います。うん、すごい喜ぶと思う <laughs>。では、えー、今日の夜も、これからもね、あともう少し夜がありますが、あ、えー、っと、あくびさん、えー、昨日息子が東京に行ったので、ミントのスプレーを持たせました。あ よかったよかった。東京で使ってみてどうだったかぜひ今度ね、また教えていただけたらと思います。ね、東京も今日30、ね、さっきも私始まる前に気温見てたら、ね、30度ぐらいあってね、きっと湿度が全然ね、あの北海道と違う感じだと思うので、ね、夏バテとかしないで戻ってきてくれるといいですね。はい。 では、えー、今日のインスタライブ、この辺で終わりにしたいと思います。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。明日も楽しい日曜日お過ごしください。ありがとうございます。おやすみなさい。